はい、どうも、A1003HA です。私はR惑星にて、ホーク2号を探しております。そしてセーブポイントを見つけました。今回はここからのスタートです。どうしてR惑星にバルタン星人か？バルタン星人、はっきりして多すぎます。バルタン星人は前回科学センターに現れました。地球に宇宙船に必要な代用と手に入れるために科学センターにやってきたバルタン星人は多くの人々を石化してしまいました。しかし彼らは考えを改めました。地球を我が物にすることに。そのバルタン星人は生きていたのか。いや、そうですね。20億3000万ほどにいたバルタンのうち一部が倒されただけ。当然生き残っているのは当たり前でしょう。ともかく、ホーク2号はどこにいるのかわからない。そんな中、ここで立ち回ってるわけにはいかない。とりあえずバルタン星人は倒しました。このR惑星にバルタン星人がいたんでしょうか。上空の霧が流れて周りが見やすくなってくぞ。ホークだ、こんな近くだったのか。東大元暮らしとはこのこと。霧が晴れればホークは見える。みんな無事だったか。なんだかな。暴力と無事に救出した。いや、暴力が入れても救出せし、なんとかありませんから立ち上げ。暴力と一体どうしたんですか。博士の体はバルタン星人に乗っ取られていたのか。我らの作戦に引っかかったな。ウルトラ警備だよ。今頃地球へ我々の大軍が向かっている。なんだと。我々は音になったのだ。ここがお前たちの墓場だ。しまった、バルタンに裏をかかれました。ウルトラ警備隊は毛利博士を救出するために絶対に宇宙に来る。そうなってしまえば地球にはもう丸も生き物がいません。そしてもう一つ、ウルトラマンの存在です。バルタンにとってウルトラマンのスペシウム光線ははっきり言って有害、弱点なのです。そのウルトラマンがいなくなってしまえばもう地球にはウルトラマンもいない。我々にとっては問題なく地球を制圧できる。そう考えたのでしょう。そうはさせません。大急ぎで倒さなければ。スマッシュブーメランのアタックで、あら、意外に朝終わりましたね。あっけなく終わってしまいました。でも大急ぎで帰らなければ。我々は ETF の先人でしかない。我々は中毒されてきたとき、ETF に属する多くの有生人が地球を狙っているのだ。どうたちを ETF とバルタンに安らぎのちを。どうする、もう間に合わぞ。僕はテレポーションして地球へ戻る。危険だ、命を縮めることだぞ。そんなことより今は急いで地球に戻らなければならない。僕は命かけた地球の平和を守りたい。ダメだ、まだ地球を狙う父も多い。こんなところで力を消耗すべきではない。
しかし、さあレッタと戻ろう。わかった。テレポーテーション、ウルトラマンにとってはこうなったら僕の手を出すしかない。僕の手？こちらがビビン、ドロギラをこっちへ回してくれ。追い抜いてから。アバンガタイ、すまないが毛利博士の看病していてくれないか。了解だ。ドルギラン、ワープ攻防で地球へ帰還する。準備にチートで時間がかかっちまうが、ビートルは格段に早く帰れる。ワープ？そんな機能がドルギラについてんのか。明らかに地球上の技術ではない。レッツ、君は一体何者なんだ。俺はバード星にある銀河連邦警察から秘密裏に地球へ帰された宇宙刑事なんだ。バード星？銀河連邦警察？どっかで聞いた覚えがあるんだが、まずだ。なんだお前、本当に宇宙の刑事だったのか。てっきり冗談だと思っていた。 DDF のデータ番組に採用して表向きはパリ本部から来たことになってる。じゃあ君も、いや君は地球人じゃないのか。俺の鏡は地球人の血が半分で折れている。母さんが守れ、父さんが愛した地球を悪の手から守るために俺は宇宙刑事になったのさ。そうだったのか。騙すつもりはなかったんだが、EDF を頭切りはやむを得ないことだった。僕たちはそんなことを気にはしない。ただ立場は違うかもしれないが、目的は同じじゃないか。そう言ってくれたら助かるよ。じゃあ地球へ向かってワープするぜ。さあ宇宙刑事ギャバンの乗る超高速船ドルギランで大急ぎで地球に向かうグハヤタたち。その頃ユーデスは何をやっているのか。ユーデス君、大変です。大鳥が遭難したそうですよ。大気浄化弾の実況どうなったんだ。実験よりも毛利博士の安否が心配じゃないんですか。私には関係ないことだ。だがおかげで大気浄化弾を使用する口実ができた。まだ実験段階のあれを地球で使うっていうんですか。君って人は地球の自然は大気浄化弾を必要としているんだ。それは君のエゴですよ。景品工業地帯で大気浄化弾を使用する。仮に事故が起きても自然を破壊する工場が消滅するだけだ。僕はそんな事情を認めなきゃいけません。毛利博士がいればこの計画の実験は私にある。君に私を止めることはできないのだよ。ユーデスは大気浄化弾を地球で使うことにしました。金星でまず実験してやらなければいけないのに。時間が迫ってきました。本日はここまでです。さようなら。